今回のツーリズムエクスポ、そしてこれからオーストラリアがフィーチャーしていく、美食大陸オーストラリアという言葉についてちょっと皆さんにご紹介しようと思うんですが、美食、本当に食っていうのがね、実はオーストラリア素晴らしいんです。コアラだけではないんですよね。どういったことなのかというのが、こちらにもちょっとね、アウトサイド あのプレゼンテーションなんですけれどもあります。でパーセプションギャップということで、認識の違いって書いてあります。これざっと読んでいただけると分かるんですけど、行ったことない人はあんまりその食とワインがオーストラリアの魅力っていうのは知らない、ね、知ってる人っていうのは 26% なんですって、行く前は。だけど行ってみると、あ、実際にご飯とかすごい美味しいし、ワインとか素晴らしいよねっていうことで、6割の方がもう美食大陸っていうのを体感されているということなんですね。ですので、行ってみないと食べるっていうのが、魅力っていうのは気づきにくいっていうことをこれでは言ってるんですけども、実際に食べてみないとどんな味かっていうのはわからないですからね。で、こんな風にこうね、本当こんな感じなんですよ。あのね、私の豆知識として、ワイナリーのレストランは美味しい。やっぱりね、美味しいそのワインと美味しい、レストランっていうのはもうやっぱり、ね、素晴らしいコンビネーションなんですね。そしてなくてはならない要素なんですけれども、このここにありますオーストラリアの食体験での3つのポイントということで、人、場所、食べ物っていうのがあります。これ見ていただければ分かるんですけど、やっぱりすごいいい環境で美味しいものを食べたらハッピーになりますよねっていうことです、平たく言うと。でも本当に食べるっていうことは本当に楽しみ方が何倍にも広がる、そしてそれを体感できる国ですので、ぜひオーストラリアの美食大陸であるということを、こちらのブースでもちょっとでも体感していただけたらと思います。オーストラリアの食の魅力を追求して、今年は、美食大陸オーストラリアというテーマでこちらオーストラリアブースのプレゼンテーションを行っていますが、皆さんどんな風にオーストラリアの食を体感されているのか、体験されているのか、体感、どっちもだね。Facebook に投稿されたコメントっていうのを紹介しているやつがあるんですよ。私のワインデビューはオーストラリアです。ワイナリーもたくさんあって楽しかった、またいつか行きたいな。私もね、実はお酒そんなに飲めなかったんですけど、オーストラリアに行ったことでペールエール飲めるようになりまして、ビールがそれから飲めるようになりましたね。ペールエールはビールですけどね、クーパーズがアデレードにあるので、非常に美味しかったですね。また飲みたいな、ワインも飲みたいけどね、とか、あとは個人的にはやらばれフィーチャーしてる方、料理美味しく、ワインが好きでシャンドン美味しいですねとか、あとアデレードのワイナリーで飲んだ赤のスパークリング美味しかったとか、いろいろあるんですよ。そう、アデレード今回ね、ここちょっとあんまりフィーチャーされてないのが残念なんですけど、アデレードはというか、サウスオーストラリアにはワイナリーがたくさんあるので、ちょっとね、その食の魅力気づいた方も多かったみたいです。だから、魚介類美味しいっていうのを気づいた方もいますし、あとは住宅街にあるお店のフィッシュ&チップスが美味しいとか、そう、フィッシュ&チップス美味しいんだよね。やっぱりね、こうオーストラリアってヨーロッパ系のエリアが随分多いので、ヨーロッパの食文化がそのまま感じられる、とても美味しいエリアも多いですね。あとフルーツとかアイスも美味しいとかあります。止まらないね、なんか、はい。そして、こういう、ビーチでね、美味しいお料理を楽しむっていうのもいいですし、そして、ワインもいいんだけど、ビール、やっぱビール島っていうのもね、多いかと思うんですが、オーストラリア実は地ビールもたくさんあるんですよね。もうそのことについていろいろ言ってくださってる方もいます。そう、こういうパイントでね、こう飲む、これ実物大ではないですけど、でも気持ちこれくらいの大きいグラスでタップで、飲んだりするんですけど、美味しいですね。
そう、クイーンズランド州のビール、バツ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 、これ 4X って読むんですけどね、クイーンズランドのビールといえば 4X っていう方も多いんじゃないでしょうか。あとはもうコーヒー好きの私にはもう欠かせないこのオーストラリアのカフェ文化、オーストラリア、あ、でも普通にあるんだけど日本にはなぜかないっていうメニューもあるんですよね。まあ、この中でいろいろこうありますけど、オーストラリアのカフェ文化については今度ちょっと何か診断の形でちょっと皆さんにお伝えできるようにしたいと思っています。そんなわけで本当に美味しい大陸オーストラリアというのを今回は皆さんに体感していただけるようにいろいろ仕掛けもありますので、ぜひオーストラリア楽しんでみてください。みなみはなチャンネルのチャンネル登録をお願いします。 PC の方はこちらの登録ボタンから、スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録してみてください。